ポポルッチ来たよ。そう、そんな変わった病気が広がっていたの。はい、奇妙な症状でした。もう二度と行きたいとは思えぬ村だったな。お疲れ様。最近遠出ばかりしているようだけど、無理してない？平気だよ。ヨナの体のことを考えたら立ち止まるわけにはいかないからね。そう、そうね。何か僕に手伝えることはない？実は交易用の水路を整備する計画があるの。準備が整うのはずっと先になってしまうのだけれど、きっとあなたたちの助けにもなるはずよ。ただその計画が今少し滞っていて心苦しいんだけれど、お願いを聞いてもらえないかしら。もちろん、遠慮せずに言って。ありがとう。水路の整備をお願いしていた人がここ数日仕事に来ていなくてね。サボってんじゃねえか。心配だから海岸の町まで様子を見に行ってほしいのよ。家の場所は地図に書き込んでおくわね。いつも赤いカバンを身につけているから行けばわか…うん、わかった。また海の町か。どうせまたあのおばあちゃんに会いそうだな。でもこれワンチャンファストトラベルか、交易用の水路って。まあそれはないか。結局ファストトラベルはねえか。水路か。船であれば今のように走り回らずに済みそうだな。シロは浮いているだけじゃないか。浮くのにも体力を使うのだぞ。え、そうなんだ。なんだその夢を壊されたような顔は。浮くのにも体力使うってほんまか。ちょ、え、なんで今隙間狭すぎだろ。え、てかこれワンちゃん、今の城の言葉聞くにワンちゃんマジでファストトラベル実装か。なんだかお腹が減ったな。これだけ大きな町だ、食べるところぐらいあるであろう。案内はしてくれないんだ。お前か？おいサボり。あなたが水路を整備してる人？ポポロさんに言われてきたんですけど。てか赤いカバンめっちゃ目立つなマジで。はあ、もうダメだ。僕の人生は終わりだ。まあ、剣持ってるくせどんだけへっぴ腰なんだよ。何か厄介なことに巻き込まれそうだぞ。もうシロってば。一体何があったんですか？実は妻が家出したまま帰ってこないんだ。それは重要だ、重大だな。もう一週間も音沙汰がなくて心配で何も手がつかなくて。それは大変だね。なら僕も探すのを手伝うよ。え？本当かい？うん。奥さんの行方に思い当たる場所はないの？いや、ただ妻はよく酒場で友達と飲んでいたくらいで。じゃあ僕はその人に話を聞いてみるよ。そうか、助かる。妻も僕と同じ赤いカバンをつけているから、そのことを話せば通じるはずだよ。同じカバンを身につけるとは奇妙な夫婦であるな。ペアルックくらいしたいの？いいじゃない。いわゆるペアルックってやつだよ。これは結婚記念に買った思い出のカバンなんだ。それなのに僕があんなことをしたせいで妻は。落ち着いて、すぐに奥さんを見つけてくるから。何やったんや、なんかこいつが。妻が家出した理由に心当たりがあるようであったな。こいつがなんか暴力振るったんちゃうか。あ、ここ酒場なんだ。奥さん、こんにちは。赤いカバンの女の人を探してるんだけど。なーに、彼女がどうかしたの？家出したみたいで行き先を聞いてないかな。あら、あの夫婦また喧嘩したの？懲りないわね。近頃はここに顔を出していないから居場所は知らないな。そうね、釣り具屋に行ってみたらどう？そこの奥さんとよく世間話をしているみたいだから。わかりました、話を聞きに行ってみます。あなたよく見ると可愛い顔してるわね。一緒に飲んでいかない？
僕はまだお酒飲めないんだ。ごめんね。犯罪ですよあなた。やめてください。なんでどいつもこいつもパッと見ちょっと赤いカバンからってる風なあれな。こんにちは。てか髪型大丈夫かお前。女の人を見てないかな。ああ、あの奥さんね。言われてみると近頃見てないわ。そういえば前に町の外へ出かけるって言ってたような。町の外。わかった。ありがとうございます。町の外に行ったとなると見つけるのに骨が折れるな。魔物に襲われたりしてないといいんだけど。一体どこを探すって言うんだよ、町の外とか。あの魔物、何やら様子がおかしいぞ。ちょ、やめなさい、あなた。様子見る気ねえな、こいつ。赤いカバン。もしかしてこれ。あの男が身につけていたカバンとウリ二つであるな。おそらく妻のものであろう。そんな、じゃあ奥さんは魔物に。周囲にそれらしい気配はない。残念だが遅かったようだな。あの人に何て言えばいいんだろう。辛いであろうが真実を告げるしかあるまい。魔物に食われちゃったが。魔物は人間を襲ってどうするんだろうな。吸収してんのかやっぱ。妻が見つかったのかい。いえ、それが魔物がこれを。このカバンは間違いない。妻のものだ。やはりそうであったか。そんな、妻が魔物に。僕があんなことさえしなければ。一体何やったんだお前は。原因を聞く。いや聞くでしょう。家出の原因は何だったのだ。それは僕が彼女の。シロ、今はそっとしてあげようよ。え、おっと、帰ってきた。誰だお前。ただいま。あら、あなた一体どうしたの。お前魔物に殺されたんじゃ。何よそれ、何の話。そのカバン拾ってくれたの、よかった。落としちゃったのよね。このショルダーバッグ落とすことあるかお前。本当に無事だったんだ。よかった、よかった。何何、一体どうなってるの。お騒がせな奥さんだこと。なるほど、このカバンを魔物が持っていたから勘違いしたと。無事で本当に良かったよ。全部僕が悪いんだよね。お前が大切に取っておいたリンゴを僕がこっそり食べたから。本当にごめんね。二度としないから、もう家出なんてしないでくれ。家出？私はただ実家に帰っていただけよ。え？一週間くらい家を空けるって前に言ったじゃない。まさかあなたまた私の言うこと上の空で聞いてたわけ。おい、我の第六感が今すぐここを立ち去れと告げておるぞ。聞いとく？聞いとくか。それに私のリンゴを食べたってどういうこと。それバレてなかったんかい。ほんとあなたって最低な男ね。だったらお前だって結婚記念のカバンを落としたじゃないか。なあ、君も妻の方が悪いって思うだろう。え、僕？え、夫が悪いにしとこうか。ここは奥さんのリンゴを食べちゃうのは良くないことだよね。すごくお腹が減っていたんだ。妻を探してくれた恩はあるけど、ひどいよ。ひどいとか言うなお前。いや、わざとこう、わざとと仕方なく落としたのだったらわざとの方が悪いだろ。え、僕変なこと言ったかな。それにこの前だって僕が大切にしていた切手コレクションを勝手に捨てたよね。何よ、あなたが部屋を掃除しないから私がしてあげたんじゃない。切手コレクションとかする時代なのか、ね、お前ら。あなたも夫の方が悪いって思うでしょ。お、悪か。いや、これはどっちもだろう。両者に非があろう、お互いに謝れば済むのではないか。ガラクタのくせに分かったような口を。ガラクタとは失礼な。急に息を
汗を負って。1時間。あなたのそういうところがダメなのよ。いや、お前よりマシだね。僕はどうすれば。もうどうにもならぬ。ああもう、あなたはちゃんとした仕事に就かないし、私はご近所さんヒエラルキーの底辺でヘコヘコしっぱなしよ。あ、まだ言ってなかったけど、実は新しい仕事に就いたんだ。本当に？おめでとう。なんで早く言ってくれなかったのよ。ごめん、お前をびっくりさせたくて。何よもう。さあ、今日はお祝いにリンゴでパイを作りましょう。いや、とりあえず仕事来いよ。お前、話はそれからだよ。何が起きたのかさっぱりわからぬが、どっ疲れたぞ。まあ二人が仲直りできたならいいんじゃないのかな。ここに来た理由が何であったか忘れてしまったぞ。あ、そうだ、水路の話をしないと。いや、ほんまそれなんだよ。妻を探してくれて本当にありがとう。そうだ、水路の整備だけど。ああそうか、君は水路のことで来てたんだね。仲直りもできたし、また水路の整備を頑張るよ。軽いなこいつ。なんかひどく疲れたな。とりあえずポポルさんのところに戻ろう。あいつ仕事を甘く見とるわ。あの赤いカバンの夫婦は大変な二人だったな。あれほど言い争っていたのによく関係が続くものだ。でも仲直りした時の二人はすごく幸せそうだったよ。お互いの気持ちを素直に言い合うことが一緒に暮らすための秘訣なのかも。もしお前がああなったら我は出ていくかな。なんでお前と俺が結婚する前提なんだよ。水路の管理人さんにそんなことがあったのね。でも奥さんも見つかったみたいでよかった。よくないよくない、言及じゃん、あんなやつ。お願いを聞いてくれてありがとう、助かったわ。ううん、水路の完成楽しみにしてます。また何か困ったことがあったら何でも言ってよね。あ、ちょっと待って。はい。そうそう、ヨナちゃんが呼んでたわよ。ヨナが？なんだかお願いがあるみたいよ。お兄ちゃんは大変ね。わかりました、ありがとう。お兄ちゃん全然家に帰ってこんからわざわざポポロさんに言ってるんや。妹不幸者だよこいつは。帰ってきましたよ。お兄ちゃん。ポポロさんから聞いたよ。お兄ちゃんにお願いって何？うん、あのね、大事なお願いなの。なんだ？えっとお兄ちゃん、ヨナの頼みは何でも聞いてあげるからね。まあ、シチューの素材は持ってきてあげないんですけども。じゃあ、ヨネ、うん、お友達を助けてほしいの。お友達？そう、ヨナ、お手紙でお話ししているお友達がいるんだけどね。手紙で話？文通ではないのか。文通している友達？うん、男の子のお友達。男の子？うん、その子は病気で困ってるんだけど、お兄ちゃんとシロちゃんで病気を治してあげてほしいの。シロちゃん。その男の子ってのは、あのね、南の方にある大きなお家に住んでるらしいの。絶対あの妖怪やんか。お兄ちゃんにしかお願いできないの。いや、でもそれはダメとかじゃなくて、まあヨナの頼みなら聞いてあげましょう。何か方法を探してみる。わ、お兄ちゃんありがとう。南のでっかい家って絶対あの雲がおるところやん。ヨナにボーイフレンドか。どうしたお兄ちゃん、声が震えておるぞ。そう、渋い声でお兄ちゃんとか呼ぶなお前。
バカ、そんなことないよ。渋い声でお兄ちゃん呼びやめい。よくもまあ飽きもせずにやられに来ることだ。しかしなぜ奴らはこんなところに現れるのだろう。食料があるわけでもないのに。まあ確かにな、なんで魔物その特定の場所にしか出てこないのってのある。村の中とか全然来んやん。人がおる。お待ちしておりました。こちらへどうぞ。いやお前怖すぎるやろ。お待ちしておりましたて。いやカイネも来るんだここここでお待ちください。音が BGM がホラーなんじゃ。めんどくさい。魔物が出たら呼んでくれ。魔物以外に興味なさすぎるだろ。いやくつろぎすぎちゃうお前ね。なんていうかカイネってすごいね。ある種の神経が死んでおるなだろう。まったく。いや本人何も言わんのかい。カイネどこ行っちゃったんだろう。消えた。名誉な館ゆえさらわれたか食われたか。いや白ビビりすぎだけど逆にこいつビビらなさすぎだろ。誰か捕まっとるで。何やら絵が変わっているようだが。変わってる？あ、なんか角生えてる。悪魔になってる。こっちなんか老いぼれた。わかんないな。あ、外に繋がってる。この顔すごく苦しそう。なんだか少し怖いな。そうだな。早く行こう。これ石化されてんのか人が。二十歳前の男の子。一人。エーミールじゃない？そなたエーミールでござらんか？足音だけでわかるの？当たりですね。うん。あともう一人というかもう一冊シロもいるよ。足音は一人分ですか。我はシロの書。足の生えた書物などあるものか。我らの自己紹介は以上だ。次は何時のことを聞かせ願おう。僕はエミール、この館の主です。じゃあ手紙をくれたのは君？手紙？一体何のことですか。なんだか話が噛み合っていないぞ。ダメ、近づかないでください。危ないんです。僕の目は物を石に変えてしまうから。だからこうやって目隠しをして生きているんです。ずいぶん変わった特徴があったものだな。だいぶやばいだろそれマジ。髪の剣はもしかしたら執事が知っているかもしれません。この鍵で館の奥に入れるはず。ご案内します。いいよエミール、僕たちだけで大丈夫だよ。そうですか。では鍵をお渡しします。一番奥の部屋が執事の部屋ですから。あとこの家は迷いやすいので館内の図面をお渡ししておきます。地図くれるんかい。星の鍵、え、闇の鍵は？闇の鍵はないの？シロ、カイネはどうするの？放っておく。あの女のことだ。一人で何とかするであろう。言い訳ねえだろお前。うわ、え？なんだこれ。羊によく似た人形のようだな。我らは騙されておらぬか。
いや、リアルすぎるだろ、怖っ。かいね。魔物だ。守るかい。うわ、びっくりするかな。もう黒っ。おいおいおい、ホラー仕様すぎるだろ。お、待って、明らかに絵変わっとるわ。あのおばさんも血ついてる。こいつも明らか変わって、こいつもなんか完全に悪魔の絵になっと。これも人形か。おおおお、動いた。どうしたんですか、ご主人様。こやつが。ああ、彼が僕の面倒を見てくれてる執事です。悪い人じゃないんだけど、ちょっぴり柔軟性に欠けるというか、人間味がないというか。からくり人形か。申し訳ありません、ご主人様。人間であったか。執事さん、僕たち手紙を受け取ったんだけど。はい、あれは私が出した手紙です。数々のご無礼をお許しください。ご覧の通り、我が主は見たものを石に変える己の目を憂い、自ら光を絶っております。そのけなげなお姿があまりに不憫で、なんとかならないものかと。皆様が名だたる勇者と伺い、主の名前で手紙を出したのですが、いただいたお返事はなぜかヨナ様からで。それじゃあ、勝手に返事してたのか、ヨナが。はい、私でございます。何度もヨナ様には取り継いでいただくようにお願い申し上げ、ようやく皆様にお会いできた次第で。ヨナは違う理解をしておったようだが。ヨナもあまりよく分かってなかったみたい。ああ、お会いできて本当によかった。我が主の目を何とかしていただける日が来ようとは。そうだったんですか。あいにく我ら、少なくとも我の横のこやつは勇者でも医者でもあらぬ、ただの小僧だ。この際何でも構いません。館の中にある治療法さえ見つけていただければ。え、館の中に治療法があるの？だったら。はい、私が行ければ良いのですが、その場所に魔物が発生してしまい近づけないのです。お願いです、どうか魔物を倒し主の目を治してください。やめてよ、お客様にそんな無理言わないで。わかった、いいよ。勇者を気取るか、小僧。魔物を倒すだけやないかい。お互い様じゃないか。それにどうせカイネも探さないといけないし。申し訳ありません、よろしくお願いいたします。いろいろご無理をお願いして申し訳ありません。僕も敵を石化するくらいならできます。お手伝いします。この目は危ないからとか言っときながら一応戦闘に使うんだな、お前。ここならきっと僕の目を治す方法が。どうも不穏であるな。おっと、なんだあれ、黒の章ではないか。なんか赤、顔キモ、土偶みたいな顔してんじゃん。かっこよ。なんだかこの本白みたい。おい、痛い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 。またしっかりのこと。あれほどの書が世に二つとあるものか。こいつ魔法無効化してね。石化とは実に凄まじい能力であるな。あ、いや魔法効いてるか一応。ダメだな。お、かわいいね。おかえり。
範囲一体何をやっておったのだ。マジでそれ迷った。そっちは今だ。お、爆散した。シロ、これ石化についての研究報告。おお、黒の旋舞、魔法ネーバーを発生させる。へえ。でもこれ暗号化されてるみたいです。せっかく皆さんに見つけてもらったのに。白が解読せよ。あいつがお前に言いたいことがあるそうだ。私にお任せください。どんなに時間がかかろうともこの私めが解読します。セバスチャン。セバスチャン、あやつそんな名前だったか。可能かそんなこと。エミール、覚えておけ。カイネさん、これは罪ではない。これ自体に罪はない。大事なお前自身だ。決して忘れるな。必要のないものだと思っていた。そして私自身も終わりだと思っていた。この腕も私もまだ生きる意味があるように、お前にも未来があるはずだ。カイネさん。だがもし私のこの体が、ああこれそのうちその魔物の部分が暴走してこいつに石化させるんか。そんな、なるほどな。そして石化の研究報告ってあれ多分実体実験かなんかだろう。約束ですよ。絶対に、僕は絶対に諦めません。だからカイネさんも。じゃあね。はい。ヨナは病気がちであまり外に出れないから、もしよければ時々手紙を送ってもらえるかな。はい、喜んで。皆さんお元気で。うん、また会おうね。エミールの目が早く治ることを祈ってるから。おい、さっきはエミールと何を話していたのだ。青少年に悪影響を及ぼすような言葉は吐かなかっただろうな。なんとか言え、この下着女。うるさい。なあ、シロ、落ち着きなよ。でも、これで全ての封印されし言葉が集まったわけだ。全てなの？あとは黒の書とやらを見つけるだけだな。そう。絶対に見つけ出して、ヨナを助けるんだ。あ、今ので一応全部見つかったってことになってるんだ。でもうちょっとしたら青年期入るかな。まあでもわざわざ石化の研究報告ってあるけど、エミールの目を解除するための研究報告ではなさそうだよな。多分あの目を作った実体人権的な研究報告書だろうな、あの赤い本に書かれてたのは。